こんにちは、藤田です。今回は生成 AI で感情を動かすストーリーが誰にでも作れる時代というお話をしていきたいと思います。はい、今回のコンテンツです。集客にストーリーが有効な理由、ハードルが高かったストーリーテリング、生成 AI にストーリーを作ってもらう、こういった順番でいきたいと思います。はい、集客にストーリーが有効な理由っていうことで、ストーリーテリングはですね、商品やサービスを紹介するな、するための手法として有効であるっていうですね、話をですね、聞いたことある方多いと思うんですけど、その理由としてはですね、共感を得やすくて、記憶に残りやすい情報提供の手法であり、顧客の行動を促進して、競合との差別化を図れるとかですね、なんかいろいろ夢のような話があります。で、なぜですね、共感をですね、得やすいのかというとですね、基本的に人っていうのはですね、物語が好きなんですね。そして、その登場人物にですね、感情移入しやすいんですよ。で、主人公を介した物語に感情移入することで、紹介している商品やサービスに共感しちゃうわけですね。またですね、商品やサービスの説明を単なる事実としてですね、聞かされるよりも、物語の形で提供される方が、圧倒的にですね、記憶に残りやすいっていう、これは研究結果があるそうです。中にはですね、研究結果の中にはですね、物語の方が22倍もですね、記憶に残りやすいという研究結果もあるそうです。実はですね、ほとんどの人はですね、その商品サービスに好感を持ったとしてもですね、行動しません。そのためですね、ほとんどのマーケッターが何に苦心するかというとですね、いかに人を行動させるかっていうところになるんですね。そしてですね、この物語というのはですね、行動を促すトリガーになると言われているので注目されているということですね。次にですね、物語を通じればですね、その商品やサービスを提供する側の人間が持っている、例えば私が商品サービスをですね、提供する側の人間だったらですね、私が持っている価値観とか世界観をですね、容易にですね、物語で伝えられることができて、共有してもらえるってことですね。特にですね、商品やサービスの廃棄やですね、製造過程に関するですね、ストーリーっていうのをですね、ライバルとの差別化が可能になるので、あなたから買う理由になるんですね。つまり、ストーリーにはですね、読み手の感情を動かす力があるということです。はい、ハードルが高かったストーリーテリングで、ここまでですね、夢みたいにメリットが多いストーリーテリングっていう手法なんですけど、いざやってみようと思うとですね、思いのほかハードルが高いです。なぜならですね、物語というのはですね、誰にでも書けるものではないからなんですね。ほとんどの人にとってですね、もう本当そもそもライティング自体が難しいのが事実ですよね。もう最近の若い人は本当書くのがすごく苦手という話も聞きます。ですので無理して書いてしまって稚拙な文章になることを恐れてですね、筆がさらに進まない人が多いということですね。だからといってですね、ライターさんを雇ってですね、書いてもらおうと思ってもですね、本当にあなたのですね、商品やサービスに造形が深いライターでないとですね、期待通りの文章っていうのはですね、これなかなか出来上がってこないんですよね。ところで今の時代はですね、音声や動画を使う方がより共感を得られやすいので、もはや文章はですね、必要ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。もちろんですね、そんなことはなくてですね、音声や動画を使う場合でも原稿はやっぱり必要なんですよね。中にはですね、原稿なしでぶっつけて話せるような方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういう方はですね、ごく少数派です。つまりですね、流行りのショート動画をですね、使ってストーリーを語ろうとしてもですね、やっぱり文章を作る必要があるということですね。
はい、生成 AI にストーリーを作ってもらうということで、ところがですね、こんな状況をですね、またもや生成 AI が大きく変えてしまいました。生成 AI はですね、たくさんの小説をですね、学習しているんで、物語の生成をですね、得意としてるんですよね。これまでですね、自分の力でしか生み出せなかったストーリーを生成 AI の力を借りて作れるようになったんですね。で、私もですね、何度か試してみましたけど、生成結果はですね、少々稚拙になることもあるんですけど、十分使えると思います。例えばですね、生成 AI が作ってくれた物語をベースにしてですね、あとは自らの力で文章の完成度を高めるっていうですね、使い方をするならですね、劇的に作業効率が上がると思います。ではですね、実際に私がどのような手順で生成 AI にストーリーを作ってもらったのか、実際に使ったですね、プロンプトと生成 AI からのですね、回答をご紹介したいと思います。はい、今回ですね、私が使ったのはですね、クラウドですね。チャット GPT じゃなくてクラウドっていうやつで、でもうすでに作ってあるやつなんですけど、これをお見せします。これがですね、プロンプトです。まあこう具体的にですね、どういう商品かっていうのを書いてですね、でここがミソなんですけど、そのために必要な情報を教えてくださいと。こういう物語を作りたいんで、必要な情報を教えてくださいって言うとですね、こういう感じでですね、ターゲット像は何ですかとかですね、顧客の課題は何ですかっていうふうな感じで、こういろいろリストアップしてくれるんですね。でそれに対して、でもこれがですね、結構めんどくさいんですけど、ここにですね、こうきっちり答えていくわけですね。例えば具体的な業者規模を想定してますかっていう感じで、それに対して答えとしてですね、こういう感じで作っていきます。結構これ時間かかりますけど、ここをしっかり作ると精度が高いストーリーが作れます。そしてですね、ご提供いただいた、情報をもとにっていう感じでこう始まるんですね。でここで、ストーリーができて、この右側にですね、このストーリーこう全文が出てきます。でどういうふうな趣旨で作ったかっていうのをこういうふうに説明してくれてるという感じですね。でこれちょっとここ前半だ、この辺ぐらいまでちょっと読んでもらうと分かるんですけど、続き読みたくなりません？これで文章自体はですね、大した文章じゃないっていうと、ちょっと生成 AI に失礼なんですけど、そんなに素晴らしいストーリーでもないんですけど、十分にですね、伝わるんですよ、これぐらいでも。ですからですね、ショート動画のネタにですね、使うぐらいだったらですね、もう本当に十分使えるし、これをですね、ベースにですね、さらに完成度を高めようと思えばですね、セールスレターとかにも使えると思います。で、今回ですね、お見せしてですね、このプロンプトの、ポイントはですね、ここです。どういう情報が必要ですかっていうのをですね、生成 AI に聞いて、リストアップしてもらって、それに対してしっかり答えた回答をもう一度プロンプトとして投げるというところですね。結構うまくいくと思いますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、今回は以上になります。今回の内容はですね、お役に立ったようでしたらグッドボタンいただけると嬉しいです。またよろしかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではですね、また次の動画でよろしくお願いします。